東京池袋の大江戸そばでございます。ですね、これね、ざるそばをちょっと言ってみたんですけども、やっぱりここね、ちょっとざるそばにするにはちょっと厳しいかなという感じでございます。かき揚げのトッピングも言ったんですが、結構小麦粉がべちゃっとなっている感じでなんですよね。でちょっと調べたら、前こんなんやったかなと思って調べたら、今年の4月、2020年の4月に JR 東日本フーズと合併したようです。前こんなんやったかな、もうちょっとなんとかなってた気がするんですが、あったかいやつは、まだ、なんとなく食べられたというと非常に失礼なんですけども、これね、東京で食べる立ち食いそばのレベルで言うと、ちょっとなかなか、僕的にはなかなか厳しいかなと思ったのでございますが、おそらくあったかいの言った方がまだ大丈夫なのではないかなと思います。いや、大変申し訳ないですが、ちょっとね、ゆで太郎さんとか、富士そばさんとか小諸そばさんとかすごい進化している中なので、そばをもうちょっと進化させていただければこれありがたしと思うのですが、駅中なので、いろんな、制約が厳しいのかもしれません。大江戸そばでございました。合併されたんですね。なんか変わったんでしょうかね。ちょっと誰かに聞きたいですね。はい、そんなことで大江戸そばさんでございました。チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。今日はちょっと厳しい内容で非常に申し訳ございませんでした。また、でもね、また行きたいと思います。それではまた明日です。ありがとうございます。